それでは本日の主役をお迎えしたいと思います。先週の金曜日に都知事選への立候補を表明されました宇都宮健児さんです。人に優しい東京への思いを思う存分語っていただきます。どうぞ大きな拍手でお迎えください。表明をしました。私の言いたいことは松本博さんが十分にお話ししていただいたようですけど、改めて、ご挨拶と私の思いを話させていただきます。まず、私自身は、今日集まりの、市民の皆さん、都民の皆さんと一緒になって石原都政を変える運動、戦いに参加できることを大変嬉しく思ってます。私は大きな組織もありませんし、それから反貧困問題、貧困問題に取り組んできた弁護士ですので、あまりお金もありません。市民の皆さんの一人一人の支え、協力がなくしてこの都知事選は戦えません。しかしながら、この都知事選を市民の皆さんと戦うことは、私は東京に新しい民主主義を取り返す運動だと思っております。テレビ皆さんと一緒になって石原都政を転換し、東京に民主主義を取り戻したい、そういう思いで出馬を決意しました。出馬を決意してから初めての日曜日、11月11日、反原発の官邸前行動、国会議事堂包囲の行動に私も参加しました。私は官邸前行動の、見守り隊、弁護士見守り隊の一員でありますけど、当日は支援者、ボランティアの皆さんと一緒になって参加した、官邸前行動に参加した皆さんに挨拶をしてまいりました。多くの皆さんから激励をいただきました。頑張ってくださいという声がたくさんいただきました。ただそれよりも多かったのは、出馬してくれてありがとう、こういう声がたくさんあった。私自身はその声を聞きながら本当に胸がいっぱいになりました。こういう人たちの一人一人の思いを受けて戦わなきゃいけない。脱原発の東京都を作らなきゃいけない、そういう思いが一層強くなりました。そして雨の中ではありましたけど、原発のない東京を作ることは原発のない日本を作ることにつながるんだ、そして原発のない日本を作ることは原発のない世界を作ることにつながるんだ、こういう訴えをさせていただきました。そして原発のない東京、原発のない日本は人に優しい、環境に優しい東京、日本になると思っております。私は2010年の4月から2010年の、2012年、今年の5月まで日弁連会長を務めておりました。日弁連会長時代に東日本大震災と福島原発事故に遭遇しまして、弁護士会挙げて被災者の支援、原発事故の被害者の支援に当たってまいりました。私の片腕となって頑張ってくれたのが事務総長として活躍した斉藤雄一弁護士です。彼は原発問題の専門家でありましたので、日弁連として的確な方針を出したと思っております。私は
原発、脱原発の運動は福島の被災者の支援、福島の被災者、被害者の被害実態としっかり向き合いながら進めなきゃいけない、そういうふうに考えております。私が被災者の置かれている状況に深く印象に残った被災者のことをちょっとご紹介いたします。それは大熊町、大熊町の大熊町で塩処置さんをやっている女性の塩処置さんから聞いた話です。彼女の依頼者は多くが小さな子供さんがいる方はお母さんが子供と一緒に県外に避難して、お父さんは職場と一緒に避難する、おじいさんおばあさんは行政の避難先に避難する、こういう家族がバラバラになるケースがたくさん見られる。そして高齢者の方は環境の違うところに引っ越す中で会うたんびに体を弱くしている、こういうことを聞きました。でその中で彼女が語った老夫婦の話が大変心に残りました。それはおじいさんが大熊町にある双葉町病院に入院されたんですけど、原発事故の直後におじいさんは病院ごと神奈川の病院に引っ越されたそうです。そしておばあさんの方は行政、大熊町の引っ越し先会津若松の温泉旅館に、の一室に、避難された。ところがおじいさんは神奈川の病院で亡くなられた直後に亡くなられたんですけど、この自分の配偶者が亡くなられたことをおばあさんは全く知らされなかった。何日も経ってやっとおばあさんのところに、ご主人が亡くなられたということが伝わったということです。そしておばあさんは神奈川まで行って遺体と対面して、そして見ず知らずの土地で夫を火葬にして遺骨を温泉旅館に持ち帰ったということなんです。ところが温泉旅館ではお客さんが出入りしてますので、お線香を焚くことができない。それから遺影を飾ろうにも写真を持ってこれないので遺影も飾れない、そういう状況の中で小さな温泉旅館の一室でご主人の遺骨を眺めながらですね、何ヶ月も暮らしていた、こういうおばあさんがいたんだということをその女性の司法書士から聞きました。私は原発事故はなんてむごたらしいんだろう、こういう高齢者になんとむごたらしいことを強いるんだろう、大変憤りが湧きました。そしてこのような被災者をですね、全力を挙げて救済しなきゃいけないということで、日弁連の会長として頑張ってまいりました。でその中で日弁連は原発事故被害者の特別援護法というのを提案しまして、原発事故の被害については国が人道的責任を負うべきだ、国が全ての被災者に対して健康診断、医療支援、生活支援を行うべきである、そしてその支援は自ら避難した人、あるいは避難しなかった人、それぞれについて区別してはならない、避難するかどうかは自己決定権があるんだ、そういう人に対して平等に国は避難支援すべきだと、こういう提案をしまして、こういう提案が子ども被災者支援法という形で、決議しております。ところで東京都の原発政策ですけど、福島の原発で発電された最大の消費地が東京都であります。そしてまた東京電力の大株主が東京都であります。こういうことからしますと、東京都や東京都民は福島の原発事故の被災者を全力を挙げて支援する責務があると私は考えております。そしてまた二度とこういう原発事故を起こしてはならない、
そのために東京都は脱原発の政策を取らなきゃいけない、こういうふうに考えております。続いて、私自身は貧困問題に取り組んできた弁護士ですので、どうしても石原都政の福祉の切り捨て、弱者の切り捨てを許すことができません。石原さんは都知事になった時、何が無駄かといってまず福祉だということで、福祉の切り捨て、弱者の切り捨てを行ってまいりました。わずか年間予算60万円の盲導犬の餌代補助まで削減したそうです。この結果、東京都には貧困と格差が広がってきております。就学援助児童、この 14年間で 1.5 倍に膨れ上がったそうです。東京都の就学援助の受給率、これは全国の47都道府県で5番目に高いということであります。そして一番高いのはなんと大阪府であるということであります。労働者の最低賃金、いまだに6都道府県が生活保護水準以下であります。東京都も生活保護水準以下の最低賃金しか支給されておりません。それから今年になって立川や足立区で孤独死や餓死が多発しております。また2009年に発生した群馬の高齢者施設玉井和荘の火災事故では10人の方が亡くなられましたけど、このうち9人が東京都民であったということであります。特養労働養護老人ホームの待機者が4万3000人を超えて、あるいは保育所の待機児童も急増して、2007年の4600人から2010年の8400人に急増している。石原都政は大規模開発、世界都市競争で世界一の都市を作るんだ、こういうことで大規模開発をやってまいりましたけど、実は貧困と格差を拡大した、そういう都政でもあったわけです。まさに人に優しくない都政であったわけです。これを大きく転換する必要があると考えております。次に見過ごすことができないのは教育現場の問題です。君が代日の丸、この矯正によって教師に対する管理統制が強化されております。君が代日の丸の矯正は憲法19条思想良心の自由に反する憲法違反の行為であります。私は教員に対する矯正、それから管理統制の強化は子どもにも悪影響を与えているというふうに考えております。実は一番の被害者は子どもではないかと考えております。自由に自分の頭で物を考え、そして議論し、そして合意を作り上げている、こういう民主主義社会の後継者を作るのが教育の最大の役割ですけど、こういうことが管理統制が強化されている今の現状では行われておりません。そして学力構想を煽って子どもの中でストレスが溜まってきております。こういうことがからいじめや校内暴力、不登校、こういう問題が起こっているんじゃないかと思っております。私はいじめのない学校を取り戻すために全力を挙げたいと思っております。そして何と言っても私は法律家ですから、憲法が守られる、憲法を守っていく東京を作っていきたい、平和と自由を守られる東京を作っていきたい、尖閣列島の問題で日中関係が悪化して
経済も停滞しております。さらにこの中で偏狭なナショナリズム、国家主義が台頭して、憲法改正、集団的自衛権の行使の容認、こういう政治勢力が台頭しておりますけど、私は憲法の国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義、こういう基本原理をしっかりと守る東京を作っていきたい。そして東京が平和のメッセージを出すことは、実はアジア諸国と良好な関係を作り上げる、そういうことにつながると思っております。まず皆さんと一緒に東京から憲法が守られる平和な日本を作っていきたいと思っております。どうかご支援よろしくお願いします。